2017年3月11日のメッセージ。震災から6度目の冬、立ち入りができない地域で津波で尊い命を奪われたお嬢さんの遺骨を見つけた父親の悔しさ、原発事故がなければもっと早く見つけてあげられた、お亡くなりになられた人たちのことを、残された人々の思いを、私たちは忘れてはなりません。東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から6年、避難地域の解除が大幅に進み、小高駅以北の JR 常磐線が再開し、津波や地震で被災したインフラが着実に復旧しています。福島県沖では魚の試験操業が拡大し、生産者が誇りを持って育んできた県産の農作物から放射性物質の基準値を超えるものは一件も出ていません。日本酒の鑑評会で金賞受賞数が4年連続日本一となり、また県内の温泉が全国的な高評価を受けるなど、明るい光も強まりを見せています。一方、いまだに8万人近くの県民が避難生活を続けています。復興の進展から取り残され、孤独感を抱いている人もいます。廃炉、汚染水、なくならない風評被害と震災記憶の風化、県内全域での人口減少、福島は今光と影、明るい部分と課題が山積した部分とが混じり合っている状況にあります。このような中でも希望という一筋の光を示していくことが私たちの使命であります。県内原発の全期廃炉や再生可能エネルギー先駆けの地が実現し、復興への願いがこもったメイドイン福島が国内外のさまざまな分野で広がり、時代を担う子どもや若者、そして高齢者にも笑顔があふれるふるさと福島を目指し、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年までに全世界の人々に復興が進んでいる姿を見ていただきたい。災害に見舞われた福島だが、あなた方は頑張ってここまでやってきた。花がきれいで、食べ物も果物もおいしく、福島は大好きなところだから、今度は誰かを連れていく。海外の皆様からの温かい言葉で、私たちの方が元気をもらいました。福島を応援してくださる人たちへの感謝の思いを胸に、私たちは福島の未来を描いていきます。消費者に安心してもらえる食べ物を作りたい。挑戦しないうちに諦めるのは絶対に嫌だった。避難地域で椎茸栽培を再開させた女性農業者の決意の言葉です。それぞれの夢や希望を抱き、立ち上がり、困難で苦しい時でも諦めずにチャレンジし続ければ、必ず道は開けます。失敗を恐れず、果敢に挑戦をし続ける。そうした流れを大きなうねりへと高めていくことで、福島の復興だけでなく、日本や世界への貢献につながる復興を必ず成し遂げることができると信じています。私たちみんなで力を合わせて、
復興に向けて大きく羽ばたく福島、生まれてくる子どもたちにとっても誇りに思える新しい福島を作り上げていきましょう。平成29年3月11日、福島県知事内堀正夫。